ローレンス・ロバーツローレンス・ G ・ロバーツは、インターネットの基盤となったパケット通信とアーポネットの開発を主導した人物の一人。インターネット発展への貢献を称えられ、レナード・クライン・ロック、ロバート・カーン、ビントン・サーフと共に、チャールズ・スターク・ドレーパー賞とアストリアス皇太子賞を受賞。コネチカット州、ウェストポートで、科学の博士号を持つ両親の子として生まれる。 幼い頃からテスラコイルを作りテレビを組み立て両親が世話をしていたガールスカウトのキャンプのためにトランジスタを使った電話ネットワークを設計していたマサチューセッツ工科大学に進学して電気工学を専攻1959年に学士号1960年に修士号1963年に PHD を取得 PhD 取得後も MIT のリンカーン研究所に勤務した。1961年に JCR リックライダーが書いた重要な論文、インターギャラクティックコンピューターネットワークを読む機会があり、データパケットによってコンピュータ同士が通信するネットワークという概念を発展させていくことになる。1966年、アーポネットの開発に資金を出していた。 ARPA インフォメーションプロセッシングテクニクス、オフィスのプログラムマネージャーとなった。1969年、ロバート・テイラーがベトナムに行くことになって辞任したため、ロバーツがイプとの責任者となった。ロバーツが出資していた、別の重要な研究プロジェクトがアーポネットの第二の、ノードとなった。ダグラス・エンゲルバート率いる、オーグメンテーション研究センターである。 1973年 ARPA を離れ、木工機のパケット通信技術を商用化すべく、テレネットを創業。テレネットは、世界初のパケット交換サービス会社で、ロバーツは1973年から1980年まで、CEO を務めた。1983年から1993年までは、 アシンクロナストランスファーモードの装置製造会社、ネティクスプレスの CEO を務めた。1993年から1998年までは ATM システムズの会長を務めた。そしてカスピアンネットワークスの会長兼 CTO を務めたが2004年初めに退任。カスピアンは2006年後半に営業を停止した。その後、 アナグランインクを創業し会長を務めていた。アナグランはカスピアンと同じような事業を行っていた。すなわちインターネットでのクオリティオブサービスを改善する IP フロー制御サービス事業を行っていたが、2011年12月に再生ネットワークスに買収された。2018年12月26日に死去。81歳没。ありがとうございます。